新駅舎新駅舎内部横手駅は、秋田県横手市、駅前町にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。大宇本線と北上線が乗り入れており、大宇本線を所属線としている。北上線は当駅が終点である。なお、大宇本線の当駅から、秋田方面と、北上線は、JR 貨物の第二市鉄道事業区間でもあり、当駅は、 貨物駅としても扱われているが、現在は貨物列車の発着のない新営業所に移行している。旧駅舎、旧駅舎、うつべかり駅舎2010年6月から2011年9月まで、使用駅構内短式ホーム2面2線と島式ホーム1面2線合計3面4線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を持つ、直営駅である。管理駅として、 大宇本線の院内駅、飯詰め駅間及び、北上線の黒沢駅や三津駅間の各駅を管理している。駅舎は、校内東側にある。2階に、自動改札機、緑の窓口、指定席券売機、自動券売機、待合所が設置されている。現在は、駅弁の販売はない。廃線となった宇こ交通横槽線のホームが、現在でも4番線として利用されている。 ここは、やや狭くなっている。4番線の向かいにも、番線表記のない線路があるが、これは、廃線となった動こ交通横走線の名残である。駅構内に、横手分浴が併設されている。また、転車台があり、大宇本線や北上線で、SL が運行される際に、方向転換に使用されている。東口に隣接して、ニューデイズミニが営業を行っている。 また、横手市による施設として、東口駅舎の1階に総合ラウンジ、西口1階には交流スペースが設けられている。横手オフレールステーション横手新営業所は、旅客駅舎南側にある JR 貨物横手駅に属するコンテナ集配基地である。12フィートのコンテナ貨物を取り扱っており、貨物列車代替のトラック便が、秋田貨物駅との間で1日に、 往復運行されている。当駅はかつて貨物列車が発着していたが、1996年にトラック代行輸送に転換され自動車代行駅となった。その後2006年の名称整理の際に横手オフレールステーションとなり、2019年3月時点では業態規模が見直され、横手新営業所を名乗っている。かつて北上線経由で、 秋田貨物駅と仙台貨物ターミナル駅を結ぶ定期貨物列車が深夜に1往復あり、当駅にも停車したが、貨物の積み下ろしはしない運転停車であった。当駅取扱貨物の輸送には、これとは別に、当駅秋田貨物駅間に1往復の高速貨物列車が設定されていた3月まで。JR 東日本によると、 2019年度の1日平均乗車人員は1,194人で、ある。近年の推移は、以下の通りである。横手駅から駅前通りを眺める路線バスはすべて、動交通が運行している。2011年9月以前の状況については、横手バスターミナル遠隔を参照。東西自由通路ち消し線は、路線廃止以前に廃駅注区 出店報道発表資料新聞記事横手、オフレールステージョンに関するカテゴリー、ありがとうございます。